蘇平文は中華民国の軍人。字は干渉、号は鉄案。北京政府、法典派に属した。法定軍校、第一期卒業。最終階級は二級上昇。ホロンガイル事件の首謀者として知られる。両寧省新民権法典市中古城小,小村出身。農家の蘇慶順の次男。1899年1月、私塾に入りそこで学を収める。 法天陸軍小学を経て1910年1月、北京清川鎮の陸軍第一中学に入学。侵害革命後の1912年9月、保定軍艦学校が設立され、不評化第一期生として入学。14年10月卒業後、遠征外の設立した模範団に入隊。16年1月、中尉に昇進。第期第 a 連の長となり、 翌年連朝に就任。1917年7月1日から12日間、起こった長勲復碧では、資金状内において、功を挙げた。1918年1月、上場に昇進し、模範団第2期体から発展した第5恒星旅一段に、A の副 A 長となる。第5恒星旅は、さらに第9支に拡充され、 将校に昇進後の1918年7月、第9市、第33団副団長、第2営営長となる。8月22日、中国のシベリア出兵参加を受け、第9市で、総監省を、死隊長とする、中死隊が組まれ、ウラジオストクへの派兵が決定。10月18日、第33団団長、総監省率いる661人が、 先発隊となり、続いて24日、イケルいる六百667人が、海軍艦艇で、ウラジオストクへと向かった。後、第9師第36団、第 1AA 町。1923年、上皇に昇進。第9師第33団、勤務時の第 1AA 町で、福建第1軍、第2旅町となっていた、劉春来の誘いで、同第三旅参謀町となる。 翌1924年春、第三旅、第一弾団長となるが、王英戦と、孫殿法との権力闘争に巻き込まれ一時軍を去る。秋の第二次次下捧ぐ戦争では中立を保ったが、1925年、法天派に転じ、第十二旅、第六旅参謀長、団長。11月、各省令が兵変を起こすと、東北国民軍第一軍参謀長。 1927年、第6度旅,旅長、第17市市長。1928年の超作林爆殺事件後、バンプクリンに従って、東北軍に入り、東北編法軍中江添司令長官交渉、参謀長兼国立校国防警備長として万の補佐を行った。1930年3月より、毒ガスで暗殺された、両忠志公の公認として、 第15度度長に任せられ、同時に、古林外しか警備司令、中東路高慢線守る時軍司令を兼任。国流交渉政府委員、国流交渉防軍、第2度長等の職を歴任する。対外的には、中東路事件で悪化したソ連との関係修復に努めていたという。1932年2月28日、満州国が成立。 国流交渉市政警備所長となったが、新ソロ線を維持し密集を送る一方で、満州国への帰属には曖昧な態度を示したこと、部下に支払うべき給料の着服があったとされることから、8月に解任される。ホロンワイル統治は起伏、両のぼる親子に引き継がれた。また同時に、高満守寺副司令の頂点級が解任されたことを不服とし、9月27日、 東北民衆旧国軍を名乗り、満州座とで挙兵。領事をはじめ、満州座と特務機関長、小原重高隊員、宇野国境警察署長や、民間人の在留邦人、朝鮮人、満州国人数100名を人質とし、10月1日、海兵舎下、南寺に進行。同日、頭道外花園広場にて、ホロンバイル独立を宣言。 日本政府に対し正式に戦線を布告した。10月末から11月にかけて、北満鉄道西部方面一帯を占領した。当初、日本政府や関東軍は、戦闘を避け、和平工作で解決する方針を取った。7日、中ソ連代理大使、アムウェイジと陸将、荒木貞夫はソ連政府外務人民委員会次長、レフカラハント、中日大使、 オレグトロヤのスキーに対し、満州里方面への軍隊の輸送許可を求め、協力の対価として不可侵条約の交渉に入ることを示唆した。ソ連側はすぐに動き、中満州里領事スミルノフを介した交渉の結果、婦女子120名が29日に解放され、荒木が中立地帯として使用許可を求めた町エフスカヤに送られた。11月5日、 小松原道太郎大佐を中心に救出委員会が結成され、マチエフスカヤに向かったが、総平文は日本との直接交渉を拒絶した。カラハンは存在意義を失った救出委員会がソ連国内に止まることに反発し、撤退を求めたが、アモウは長期戦を予想し、ハルビン内市、父マチエフスカヤ間の航路の開設と航空機2機の 用意という強引な要求を行った。ソ連は、ソが再度拒絶した場合、救出委員会の撤退を求めた。11月20日、ソは、ヌキラントンで、バセンザンと会食。馬は、退却を提案する。東三成すべての兵をもってしても日本軍は、防げない。それでも戦うならば、世の兵2000人を提出と述べた。ソは、 分かったと言ったのみで多くを語らなかったという。21日、非戦闘員男子及び婦女子24名が解放された。11月29日、関東軍は武力方針に転換。不評、第25連隊、第2大隊、鉄道第1連隊、飛行第12大隊などの混成士団や満州国軍公安南警備軍を派遣。 旧国軍側はこれらの猛攻を受けて、次第に戦力を失い、12月1日に、ヌキラントンが占領される。3日には、ハイラルのイケル邸宅が空爆された。4日、ソア部下を連れて、ソ連領事館を訪れ、ソ連の不干渉と中立を承知の上で援助を、申し出たが拒絶された。ソア、自身の弱さを承知の上で、満州国の欺慢性を世界に示すため決起したことを、 説明し、自ら武装解除することを条件に、ソ連への退却と中国への帰還を求めたところ、ソ連側はこれを認めた。12月6日午後1時30分、ついに本拠地の満州座とが陥落。そうは、ソ連のトムスクへと亡命し、監禁されていた領事官員や朝鮮人、満州国人、約124名は全員救出された。8日。 日本政府はアムを通じてカラハンに、イケルの身柄の引き渡しを要求したが、カラハンは、そう、刑事犯とみなせば、日本政府が中立場所として、ソ連領の提供を認めたのは、到底考え得ないこと。ソは、人質解放に応じており、武装解除を行った以上、イケルの引き渡し並みに換金を要請することは、不当であること。ソ連は、白系ロシア人の引き渡しを、 満州国に要求したことはなかったことを理由に拒絶した。同日、外務人民委員部は、祖カズトを出国させ、部下は労働に従事させるとの決定を下した。アモウは、翌9日に抗議したが、カラハンは内政干渉だとして、これに応じなかった。しかし11日、一転して祖とその部下をトムスクに抑留する決定を下したことが、 ソ連大使、広田光輝に伝えられた。翌年4月14日、帰国が許可され、馬ンザ山ンと共に、モスクワを出た。道中在外家境の歓迎を受けつつ、欧州を回り、6月5日に、上海に到着し、上海市民より、熱烈な歓迎を受けた。同月下旬、軍事委員会委員の推薦を受け、同時に中将に昇進したが、応対した、小解石の反応は、 冷ややかなものであり、こうした肩書きも、名ばかりのものであったとされる。南京か落後の1938年5月、二級上昇に、昇進、重慶政府軍事委員会軍事参謀官となる。8月、軍医海戦区軍風紀巡査団、第3弾主任委員となる。1940年1月、同部隊の廃止に伴い予備役となる。公勝利後、 国境に帰還したところ、一家は離散宿人の子も、極貧の中にいたため、国民政府に保障を求めた。国境内戦中、元部下だった東北総費総司令代理の修復なりに、東北人民解放軍へと投降するよう説得を行う。中華人民共和国成立後、周恩来により、政教委員へと任命され、中央人民政府第三、届委員。 国立公正民側副主意、政教上位、招待育運動委員会主任、小人民委員会参議室参事を歴任するが、文化大革命中入派として休断され、政界を終われる。1975年5月22日、病気のため、ハルビン市内の病院にて死去。去年83。ありがとうございます。